こんにちは、山崎です。今日は元アメリカの独立リーグで野球をされていた青木さんに来てもらいました。青木さんは肩の脱臼を選手時代、まあ、その以降も含めて15回やってるんですよね。確か15回ぐらい、15回以上、はい、肩の脱臼をやっていて、はい、まあ、前十字靭帯断裂したりとか、まあ、そういう怪我とこうずっと付き合ってる人生やったんやけれども、今というかここ数年は何もないですよね。そうですね、7年8年ぐらいないです、うん、ってなったらスポーツ選手で体悪くしてその後後遺症残る人とかも結構いると思うんですよね。多分脱臼15回もしてたら普通に考えて固まってるし、そうやね、まあ、僕もそうだったんで。引退してから何年ぐらいずっと脱臼しました？プロの野球をやめてから、うん、そっから多分7年、8年ぐらい、うん、はい、野球やってて脱臼したってこと、はい、そうです。その例えば普段の動作中にとか。普段の動作中は、うん、スキーに行った時に転んでこうやってついたら、うん、外れて、うん、板を抱えて下まで歩いて帰るっていうのは一回あります。あ、そうね、はい、今は野球できるってことですよね。今はできますね。だからその選手時代に大きい怪我したりとか、まあ、脱臼癖があった人がどうやってこう後遺症を克服して、まあ、今やったら 7、8年なんもないと。そうですね。で、怖さはありますか？ね、これ正直見えないところ行くと、うんうんうん、どうかなっていうぐらいの怖さ、うんうん、ちょっとした不安ですよね。ああ、そうなんや。15回やってた時は完全に怖かったですけどで、まあ今日はね、青木さんがなんでこう脱臼15回もしてたような体の使い方をしてたのに脱臼癖が克服できたのか、前十字靭帯断裂して、まあ、正座もできへんかったような状態から普通に正座もできるようになったのか、このあたりの、まあ、コツについて、まあ、話したりとか実践的に、まあ、皆さんにもその知恵をねシェアできたらと思います。この番組は体の不思議や面白さ、健康になるための情報を発信している番組です。よかったらチャンネル登録をお願いします。まあ、どうやって克服してきたかっていうと、今までのその当時の自分にはなかった発想を取り入れたからなんですね。はあ、はあ、その時は普通の動作以外にも例えばトレーニングはどんなことやってました？トレーニングはウェイトトレーニングと、まあ、ストレッチとか、うん、ジム行ったりとかしてやってました。はあ、はあ、はい、ストレッチをしてても肩の柔軟性みたいなのを高めようと思ってやってましたよね。やってました。多分今より柔らかかったですよね。その前は柔らかかった、うん、柔らかかったでしょ、はい、柔らかいやけれども脱臼はするんですよね。そうですね。柔軟性とその青木さんが大事にした体を緩ませるってことですよね、はいはい、それは違うんですよね。そうですね。なんかこうストレッチしてなんか柔軟性を出すっていうのとは全然違う感覚だったんで、うん、本当にこのぐらいしか上がらなかった時は左手だったんですけど、肩でけど右利きやね。そう、最初で飛び込んだ時に、うん、ビキビキって言って閉じちゃったんですよ。そこから始まって、うん、まあ、いろんな角度でいろんなことが取れるようになったんですけど、最終的に手術したのはしたんですね、うん、でそこからリハビリした時にはもうこのぐらいしかこうやって、うん、この状態でその取り組みを始めたっていうような感じだったんで、うん、いやこれ余談やけど僕も肩めっちゃ悪かった、うん、ね、上がるのが、ね、ここまでって外転で。ここまでしか上がらないから。それ全体的にってことですか？野球やってたよ。僕も野球やってて、でキャッチャーやってて、はい、固める癖がついていて、じゃあストレッチやってたのかって言われたらめっちゃやってたんですよ。めっちゃやってたんやけれども硬いんですよね。だから僕たちは今までのトレーニングとかストレッチのやり方に疑問を持って、僕自身は体の、まあ、硬いところを発見してそこを柔らかくしていくと、まあ、緩めていくとそういう肩の障害が起こらなくなったりとか、一応普通の人並みに肩は上がるようになったっていうことですね。だから大きな発想っていうのは柔軟性が高いと肩を痛めないではないんですね。柔軟性ではなく緊張を緩めるっていうことができたら、まあ、起こらないですよね。そうですね。ただその緊張がやっぱり自分で分からなかったから、まあ、何回も脱臼したということだと思うんですよ。無意識反射、髄筋の無意識反射って言うんですけど、知らない間に筋肉が反射を起こして緊張するんですよね。グッと収縮してる、うん、柔らかく手出したらいいのに、
クッと力んじゃうんですよね、はい、その力んだ時に大体やられるんですよ、うん、例えばこういう肩の状況があってボールを投げるってなった時にちょっとこうゆっくり前方に向かってやったら肩どうですか？負担きます。負担きますね。これは外れる角度です。外れる角度でしょ、普通は。まあ、例えば僕が今こうちょっと力を入れた時に青木さん緩めます。そう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 、ね、これでこのまま倒れてもいいわけですね。別にね、この後ろにやった外力に対して波に乗っかっていきゃいいんですよね、基本ね。外れば外れる。で、じゃあ背骨を丸めてください。これはこれきついですよね。危ないやつ、危ないやつですよね。ってなったらどうするんかっていうと反っていく。これが僕の本当にすっげーポイントだったんで、胸を反る。ちょっとじゃあ横向いてもらっていいですか、はい、この背骨がありますね。この背骨を使わないまんま肩を動かしたら危ないんです。ここ胸をぐーっとこの反らせながらやると肩結構いくんですね。なので肩周りの運動だけをするとか肩周りをほぐすだけじゃなくって、この背骨の反らしが大事なんですよ。だからこの骨を前方に押してあげてもいいです。で、ちょっと四つ前になってもらっていいですか。で、この時に真下に落とす。あ、まだ柔らかないな。まだね、硬いです。若干抵抗感があるから、これももっと、おお、そうそう、もっと中に入ったら、ほら、いけるでしょ。やっぱ力んじゃう癖がね。そうだね。この角度的には、腕は肩の前方にありますね。で、この時のこの背骨の状態も大事なんですけど、今はだからこういう状態だったわけですね。今度はこの状態でも反らせたいんですよ。ならボール多分投げやすいんですね。で、背骨の丸まりで投げる。ここからこういう投げ方できるんですね。まあ痛めたのは反対やから投げるとは関係ないんやけど、これも同じで左肩もこう、こっから反ると肩が楽なんですね。肩が悪い人はその緩めるという発想と背骨を反らせる思いっきり丸める、この体操ですね。だから四つん這いでこういう体操をするのと、この座った状態でもいいからこう動かしていくと背骨自体が柔らかくなると肩の負担はそれだけでだいぶ減りますよね。そうですね、もうめちゃくちゃ減りました。本当にそれだけ、ね、背骨という感覚が本当になかったんで、うんうんうん、正座は正座は、こうやってました。正座できないですって言って、そしたら、あ、そうか今、青木さんの肩の硬さのレベルがどれぐらいなんかっていうのを一回検証してみましょうか。見てもらいたいです。ほんまに克服してるのか。そうですね。じゃあちょっとうつ伏せになって、はい、で、まずこの時に検証した方がいいのが肩の高さなんですね。やっぱり左肩の方が地面から浮いてるんです。こっちからね、見たら分かると思うけど、こっちの方が下についてるよね。こっちの方が浮いてますね。ってことはまだ完璧には克服してない、まだ怖さをちょっと持ってるってことだよね。なら、この背骨の横の硬さもあるんですよ。例えばこの背骨ありますね。この背骨の横側の筋肉、例えばこの辺肩ですね。この辺、これ痛いね。で、こっち、あ、全然違う。まずここ、ここからですね。で、もっと硬いのがこの小円筋。この痛さどうですか？まあまあ痛いかなぐらい。痛いです。うん、あー、きついですね。まだきついでしょ。これ強化筋も上がんな。肩甲骨の真上にこの強化筋ありますから、これですね。おお、これガンガンでしょ。あ、そう。こっちは。あ、全然種類が違うでしょ。はい。おお、これね、これまだ力む癖がまだ残ってるんですよ。どうしても怖いから、肩怖いでしょ。だからその固めることで、体を固めることで肩を守ろうと無意識のうちにしちゃってるんですね。で、この無意識反射、緊張を取った方が肩にとっては、優しいです。
肩楽なんですね。ちょっと失礼。あ、意外とこっちは大丈夫。ただ今この肋骨ありますね。肋骨の硬さをチェックしたんですよ。やっぱ右側柔らかいんですね。左の方が出てるんですね。いわゆる前鋸筋とかがこう硬くなってますね。今これぐらいで大丈夫でしょう。はい、これでね、ゆっくり呼吸してあげてください。そう。こうすることで呼吸にちょっと集中してもらうことで、ここへのなんか恐怖感をなくしてますね。うん、なもうこう柔らかく抜けてくるんですよ。まあまだこっちの方が強いですけどね。まあこんな感じで、いろんなやっぱ左側が悪くなるようなまだバランスしてるんですね。やっぱりだからちょっと不安な部分が残ってるって言ったのは多分そういう、うんうん、そうやね、とこだったんだな。ただだから青木さんがその自分は大丈夫やなと思ってるのはどうせ硬いからまだちょっと不安なんやなってだけでしょ。まあそうですね。硬いのさえ取れて緊張が抜けたらもう楽なのは分かってるし、その今の不安、ちょっと不安だなという思いと体と今一致したんで、うん、ああやればいいんだけどっていう感じではあります、うん、なのでその肩が脱臼してしまったり後遺症になる人っていうのはなんかその前のを引きずってるわけじゃなくて、今この瞬間まだ硬いだけなんです。だからこの緊張をちゃんと取ってやったら正常に動くんですね。なので、後遺症も残らんと、その自然体元のね、あの本来ある柔らかい体に戻していくと、まあ、それは柔軟性という意味ではないんですよ。その緊張してる、固めてるのを緩めるということですね。これができたら楽になるんで、後遺症で心配な人はぜひ体を緩めてみてください。あと背骨を使うようにしてみてください。この番組が面白いと思われた方はいいねやチャンネル登録をお願いします。